こんにちは、チョメです。リュークロコッタのおさらいやっていきます。新しい魔法生物がね、誕生しました。引き取りましたよ、もう。こんにちは、ケトルバーン先生。僕に話があるそうですが。ああ、ミスターゲームズ、来てくれて助かる。次の授業の前に君と話したかったんじゃ。君に頼みがあるんじゃよ。魔法生物関連じゃ。最近ロンドンからホグワーツに連れてきた生物がおるんじゃが。リュークロコッタという名前を聞いたことがあるかね。いや、初めて聞きました。聞いたことはありません、先生。そうか、まあ、わしのホグワーツでの仕事は生徒に素晴らしい魔法生物について教えることじゃ。その一環として、リュークロコッタのことを教えてあげよう。半分ハイエナ、半分ライオンだと考えておられるが、ヘラジカの遺伝子も入っているという人もいる魔法生物じゃ。その美しいリュークロコッタのホグワーツに連れてきた理由を説明した後、君に手を貸してもらいと思っておる。わかりました。それじゃあ詳しいことを教えてください、先生。1時間星3個で合格、ケトバーンと話す。リュークロコッタは巨大で口も大きい。だから気をつける必要があるんじゃ。わしがホグワーツに連れてきたリュークロコッタはかなり不機嫌なんじゃ。ロンドンの親友がこの生物について助けを求めてきておる。このリュークロコッタは歯を磨いてやる必要があると考えておる。このリュークロコッタは近くにいるんですか？リュークロコッタと長旅をするなんて僕にお願いするのが楽しそうですね、先生。ホグワーツの魔法生物保護地には素晴らしい生物がたくさんいます。これで放置しとってもいいな。これで選ぶで進めて。はい、星3個で合格ゲット。というわけで、その不機嫌でおそらく腹をすかしたリュークロコッタをここに連れてくることで友人の助けになればいいと思ったんじゃ。その友人が普段その魔法生物の歯を磨いてるんですか？そうじゃ、彼とその助手が頭と肩を生物の口の中に入れて磨くんじゃ。怖いね。こいつだけは口を開けようともしない。彼は優れた魔法生物学者で、あらゆる生物に好かれる人なんじゃが。それならどうすれば力になれますか、先生。実はハグリッドにも手伝ってもらいたいと思っておる。彼は体が大きいし、力も強いから、手を壊れることなく仕事を終えられるだろうと考えておるんじゃ。わしがやってもいいが、これ以上手足を失うのはどうしてもな。笑い事じゃないけどな。それじゃあハグリッドを説得して手伝ってもらえばいいんですか？いいや、もうハグリッドと話はつけておるちょめ。心よく引き受けてくれたんじゃが、今日はずっとホグズミートにいるそうなんじゃ。そこで君にはハグリッドが戻ってくるまでに、その気難しいリュークロコッタの面倒を見てもらいたいと思っておる。すごいこと言ってきたな。歯に挟まった破片のせいで餌がまずいようじゃから、それを何とか取り除いてやりたい。そうすればリュークロコッタの食欲が戻って機嫌が治るってことですか？その通り。それでそのリュークロコッタはどこにいるんですか、先生？森じゃ。じゃが、森に向かう前に、まずはこのタイプの魔法生物を実際に触れ合っておくのがいいじゃろう。それならもうやったことがあります。さっきも言いましたけど、リュークロコッタと友達なので、それなら森に行って、この新しいリュークロコッタと会ってくるがいい。そうですね。じゃが、リュークロコッタの大きな口が危険だということを忘れるな。魔法の能力を持っていることもな。あいにく、これ以上説明してやる時間はないが、君ならきちんとやってくれると思っておる。しっかり面倒を見てやってくれ。ハグリッドが戻ってきたら機嫌が治るように、口の中をきれいにしてやろう。はい、それじゃあリュークロコッタに会いに行ってきます。あらかじめ引き取ってたら、こんな感じに、OK みたいな感じですね。ケトルバーンのリュークロコッタを訪ねる。今、禁じられた森にいるぞ。新しく来たリュークロコッタに会いに行くよ。行きましょう。バーナビーとリュークロコッタが、なんかやってるね。いやあバーナビー、君もケトルバーン先生が扱っているリュークロコッタに会いに来てたんだな。ああ、だけどチョメ、このリュークロコッタはすごく機嫌が悪いみたいだ。どうしてか知ってるか？いや、わかんないよ。まあ、歯を磨く必要があるんじゃないの？左。うん、知ってるよバーナビー。ケトルバーン先生がリュークロコッタの歯を磨く必要があるって言ってたんだ。そのせいで痛みを感じてるなら食欲がないものも頷ける。お腹が空いてたら誰だって機嫌が悪くなるよな。僕も1日5回食べないと不機嫌になる。君はそんなに食べるのかバーナビー。それぐらい食べなきゃこの筋肉は維持できないよチョメ。それに僕はお腹が食べたいって言った時に食べてるだけで、ケトルバーン先生にハグリッドが戻ってくるまでリュークロコッタの面倒を見ながら仲良くなってくれって言われてるんだ。先生はハグリッドならリュークロコッタの口を開けて歯を磨いてやれると思ってる。つまりリュークロコッタはハグリッドが戻るまでにこのまま我慢しなきゃいけないってことか。かわいそうだな。うん、ハグリッドはホックズヘッドが好きだから、そこに行ってるならいつ戻ってくるかわからない。早くリュークロコッタの問題を解決してやりたいんだけど。リュークロコッタと仲良くなれば本当に歯を磨ける機嫌が治るのか、他に問題を抱えているのがわかるんじゃないのか。うん、そうだな。それじゃあリュークロコッタと仲良くなろう。3時間星5個で合格。リュークロコッタのことをよく知ってみる。ケトルバーン先生は君のことをすごく心配してるんだ。興味深いな。リュークロコッタは近づいても警戒してないけど、口を開けようとはしてくれない。この生物は調子が悪いのに、僕たちに対してはすごく穏やかだ。君のヒゲは立派だな。褒めてる。
リュークロコッタは何かを嫌がってる感じがする。何も食べてないなら機嫌が悪くなるのは仕方ないよ。お腹が空くとちょっとしたことでもイライラする。調子が戻ったら友達になれるかもな。うわー、体の調子はどうだい。なんかね、結構星集めやすかったです。ゲット。バーナビー、君が言うようにルークロコッタは僕たちを嫌がってるどころか仲良く従ってるみたいだな。うん、近づいても警戒しないもんな。だけどやっぱり口を開けてくれそうにない。歯を磨きたくない気持ちも僕もわかるよ。ルークロコッタくん、お前が口を開けたがらない理由がすごくわかる。歯を磨きたくない気持ちは僕もわかるよ。ルークロコッタくん、お前が口を開けたがらない理由がすごくわかる。え、さっき読んだじゃんしかもパクパクパク開けてるよ。取ってくれって言ってんのかな。私2回読んじゃったよな文章。おい、今リュークロコッタが喋ったぞ。声までそっくりだ。今のは聞き間違いじゃないよな。今のは聞き間違いじゃないよな。あ、リュークロコッタが喋ってるんだ。聞き間違いじゃない。リュークロコッタくん、お前は喋れるのか。私聞き間違いかと思った。マジで文章をバグったかと思った。僕たちが言ったことを聞き返してるだけだよバーナビー。ケトルバーン先生がリュークロコッタには他にも魔法の能力あるって言ってた。きっとそれがその一つなんだ。すごい能力だな。まあ、急患長とかインコみたいな感じか。パンって言ったよ。見ろ、口を開けてくれたぞ。これなら中を覗けるんじゃないか。いや、怖い怖い怖い。うわー、舌もそこそこ長い。前歯が出てるみたいな感じ。おー。うわー。まだ歯を触らせてくれそうにないな。だけど、かなり汚れてるのは見えたよ。リュークロコッタは僕たちに本当に歯をきれいにする必要があるとことを教えたかったのかもな。お前とケトルワン先生が思った通りだな。もしかすると、誰かが口の中に入ってくるのが嫌なだけなのかもな。だけど他に歯を磨く方法なんて思いつかないよ。どうしたらいいかわからないときはあの幼馴染の場所に行ってアイデアを探すのが一番だ。図書館に行っていろいろ調べてくるよ。なるほどな、ちょめ。僕はここに残ってお前が戻ってくるまでリュークロコッタの面倒を見てるよ。ありがとうバナビ。このリュークロコッタを手助けする方法を見つけたら僕たちを友達として見てくれるようになるかもな。なあ、ひひー。図書館に行く。めぼしい本を見つけたから今すぐ図書館に来て。さあ、図書館にやってまいりました。来てくれてありがとうチューリップ。動物の手入れに関する本もたくさん集めてくれたんだな。すごく変わったトピックね。動物の歯をきれいにする方法なんて。ケトルバーン先生から不機嫌なリュークロコッタの面倒を頼まれたんだ。その歯をきれいにしてあげないと餌を食べられないんだよ。だからできる限りのことをしてあげたいんだ。なるほどね、チョメ。でも個人的にはもっと有意義な時間の使い方があると思うわ。あなたは誰ですか？はじめまして。びっくりした。この人は誰だ？会うのは初めてだと思うんだけど。私の友達のケリーよ。あなたから調べ物を手伝ってほしいって手紙を受け取った時にちょうど一緒にいたの。僕も一緒に来たいって言ったんだ。マダムピースの機嫌が悪いって聞いたからちょっかい出して人笑いしてやろうと思って。ケリーは私と同じでいたずらが大好きなの。マダムピースに仕掛けるならなおさらな。君はいたずらが好きか、チョメ。いや、正直好きじゃないよ。あまり好きじゃないよ。でも結構な数のいたずらを仕掛けてきたわよね。それはね、ホグミスの中のチョメです。私はそこまでね、人にいたずらするの好きじゃないですよ。好きじゃないのは残念だな。それじゃあ僕がピースに仕掛けるのをそばから見てるだけになるんだな、チョメ。今は目の前のことに集中しようよ。リュークロコッタの歯をきれいにする方法を見つけなきゃ。運が良ければこの本のどれかにその方法が載ってて問題を解決できるかもしれない。3時間星3個で合格。歯をきれいにする方法を見つける。私だったらどうせリュークロコッタの口の中に入れるなら歯を磨くためじゃなくてジョークを教えたいわ。この本に意外な歯磨き方法が載ってるかも。リュークロコッタはブラシの口の中を磨いてほしいみたいなんだ。獣の口の中にソープを入れたら面白いと思わないか。すごいこと言うな。この本のどれかに歯ブラシ以外の方法が載ってるはずだわ。どうすればブラシを使わずにリュークロコッタの歯をきれいにできるかな。本もタップしてみよっか、後ろのね。この仕事は終わらせたいので静かにしてもらいたいですね。まあ、これね、エネルギーがあまりない人は星3個でね、放置しても大丈夫です。私はちょっと右上エネルギーがあるので星5集めますね。サクッと集まりましたよ。残り10になって、はい、カエルチョコのボーナスとチケットもゲットです。チョメ、残念だけどあなたの求めてる解決策はこの本には載ってないみたい。巨大な獣に手足を噛みちぎられずにその歯をブラシなしできれいにするのっていうのはちょっと無理があるみたいね。僕はやっぱりリュークロコッタの口に変な味のソープを入れるのが面白いと思うけどな。それなら歯ブラシの方がマシだって思うよ。
いたずらはそんなに好きじゃないから避けたいって言ってたけど、もしかするとケトルバン先生が連れてきた不機嫌なリュークロコッタを手助けする方法は本を読んでもわからないんじゃないかな。きっと僕が知ってることを応用すればいいんだ。掃除呪文のスコージュファイとか。それなら確かにリュークロコッタの歯は綺麗になるわ。その呪文を口の中に入らずに唱えられればすっきりしてまた餌を食べられるようになるかもしれない。おお、びっくりした。え、図書館に連れてきていいの？本当にびっくりしたんですけど。それいいな。ちょめバーナビー、どうしてここにいるんだ？というかリュークロコッタも連れてきたのか。マダムピースに怒られちゃうよ。本当、森でじっとしてるのが退屈になったんだ。すごくお腹も空いてるみたいだし。だけど生物を図書館に連れ込むのは禁止されてる。マダムピースはそうでなくても機嫌を悪くしてるんだ。ピースの機嫌なんてどうでもいいよ。態度が悪くて趣味の悪い帽子をかぶったただの短気でお堅い魔女じゃないか。そんな大きな声で言わないでケリー。マダムピースに聞かれるわ。もう聞かれてるような気がする。あれ、来ない。幸い聞こえてなかったみたいだな。うお、びっくりした。ピースの機嫌なんてどこでもいいよ。態度が悪くて趣味の悪い帽子をかぶったただの短気でお堅い魔女じゃないか。リュークロッタが言っちゃった。今のは誰ですか？誰がそんなひどいことを言ったのですか？まず今のしっかり聞かれたわ。どう言い逃れたしたらいいのか誰かはわかりませんが、そこから動かないでください。いや、これ見て、うわ、早い、逃げるの。え、私だけになってるんだけど。見つけましたよ。なんてことを言うのですか。私の声じゃないけどね。年上を敬うということを知らないのですか。あなたたちを教育し、手助けするために毎日尽くしてるというのに、あんなことを言うなんて、恩をあだで返してるも同然です。しかも、私の帽子までけなすなんて、確かに帽子綺麗だけどね、マダムみたいな感じで。マダムピース、僕じゃありません。別の生徒が言ったんです。あなたをけなしたのは彼です。ですが、2回言いましたよ。1回目も聞いてたんだ。1回目は聞き間違いかもしれないと思いましたが、2回目ははっきり聞こえました。2回目はリュークロコッタです。僕たちが言ったことをそっくりそのまま繰り返すことができるんです。この図書館に希少性の高い魔法生物がいるなんて、私が信じるとでも思ったのですか。入ってきたのも見ていないのに。だけど、本当に。言い訳はたくさんです。あなた以外の誰か言ったというのですか。違うというなら他の人が言ったという証拠を見せてください。リュークロコッタが言ったとはバカバカしい。あなたが自分で言ったのです。本当に違うんです。僕の話を聞いてくれるなら一つ一つ説明します。何も説明してもらうことなどありません。あなたがそもそも態度の悪い生徒だということはもう分かっていますし、しっかり罰則を受けてもらえますからね。さあさっさと私の図書館から出て行ってください。わかりました、マダムピース。だけど罰則は新しく友達になった魔法生物の手助けをしてからにさせてもらいます。チューリップとケリー、逃げるの早かったな、お前ら。見捨てだな。リュークロコッタは訓練場にいる。呪文を試してみよう。訓練場、やってきました。ちょめ、来てくれたんだな。図書館でお前だけがマダムピースに怒られてすごく罪悪感を感じてたんだ。あそこに魔法生物を連れ込むんじゃなかった。あそこに魔法生物を連れ込むんじゃなかった。見ての通り、リュークロコッタ君も同じ気持ちなんだ。リュークロコッタはただの魔法の能力を使って君の言ったことを繰り返しただけだよ、バーナビー。まあそうか。ところでリュークロコッタ君がマダムピースの前であの嫌味たっぷりな生徒が言ったことを繰り返すとは思ってもみなかったよ。お前を置いて逃げてごめん。私もね、ケリー初めましてだったからね。マダムピースがリュークロコッタを見たら余計に怒られると思ったんだ。その逃げたことを許してくれるか、チョメ。いやーまあね、いいよ、許すよ。逃げたのは正しかったよ、バーナビ。逃げなかったら僕たち二人とも罰則を受けてた。もう私も逃げるべきでした。私が逃げ遅れたのが悪かった。そうなったらこの生物の面倒を見る人がいなくなってきたよ。分かってくれて嬉しいよ。僕はただお前がリュークロコッタを手助けする方法を見つけたか知りたかっただけなんだ。見つけたって聞いた時はすごく嬉しかった。掃除呪文で歯の痛みを和らげてあげればリュークロコッタはまた餌を食べてくれるかもな。うん、それから調子が良くなったらマダムピースに合わせてやるのもいいかもな。マダムの前でリュークロコッタに僕たちが言ったことを繰り返されたら罰則を取り下げてくれるかもしれない。まあまずはこのリュークロコッタに掃除呪文で歯をきれいにするのが解決策だって理解してもらう必要があるな。こっちにおいでリュークロコッタ君、君を手助けする方法を説明させてくれ。1時間星3個で合格。リュークロコッタを説得する。でかいね、本当。聞く。なあ、前に言ったかもしれないけど、僕もあまり歯磨きは好きじゃないんだ。掃除呪文の味をよくできるかもしれないぞ、リュークロコッタ君。歯が痛くなったら最初に何を食べる？掃除呪文を使えば間違いなく君の体調が良くなるんだ。フィリップ・イック先生の授業で掃除呪文を習ったんだ。
僕はすごくいい先生から教わってるから呪文が得意なんだ。ちゃんと唱えれば歯ブラシが届く。前に言ったかもしれないけど、ぬおうかな、優しく唱えるからな。で、こうやってやってたらほら、もうすぐ詰まったと思ったけど、ぬおーひひー最後、おたけびを聞いて終わるか。これ今ね、チケットももらえるからね、もうフルでやった方がいいね。クイディッチのイベントやってるんですよね。カエルチョコのボーナスもあるし。というわけで、君の口の中に掃除呪文を唱えると、歯がきれいさっぱりするはずなんだ。ブラシを使ったり、口の中に入ろうとしたりしない。すぐにお腹いっぱい食べられるようになるよ。うん、食べたらきっと機嫌も良くなる。さあ、リュークロコッタ君、君の歯をきれいにさせてもらえないか？少しはい。いや、久しぶりだな。お、ちゃんと口開けてくれる。おー、歯磨いてる磨いてる。少しはいも、栄翔、真似してくるかと思ったけど。泡が出てるね、ちゃんと。うまくいったんじゃないか、ちょめ。リュークロコッタがすごく嬉しそうにしてる。歯が綺麗になったら、まずは何を食べようってずっと考えてたんだろうな。ぬわーひへー。マダムピンスとのことはまだ解決できてない。このままだと罰則を受けさせられる。罰則を取り下げてもらうように手伝ってくれないか、リュークロコッタ。マダムに会いに行って、その目の前で僕の謝罪を繰り返してほしいんだ。ああ、逃げられた。仲良しであげる感じかな、多分。ああ、待ってくれ。どこに行くんだ？図書館はこっちだよ。やっと餌を食べられるのが相当嬉しいんだろうな。追いかけよう。ケトルバン先生にこのリュークロコッタの面倒を見るって約束したんだ。がっかりさせないようにちゃんと約束を守らなきゃ。これ以上問題を起こさないように探しに行くぞ。さあ、信頼度は何まで上げるんだろうな。リュークロコッタの信頼をレベル4まで上げる。餌探しを手伝う前にリュークロコッタの絆を深めてくれ。はい、次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。実況者はちょめでした。もう1ヶ月以上先になるかもしれません。一応概要欄にリンクを貼っておきます。続きね。